CJ 総合の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日も親子で学ぶ偉人伝をお送りしていきたいと思います。講師は柳善光さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくします。はい、今回の人物はですね、武田勝頼ではなく、その奥様、武田勝頼の妻というのが、今回の登場人物なんですけども、これはどういった方だったんでしょう。400年前の女性ですよね。はい。で、こういうお話を入れ、実はこの、北条夫人っていうような言い方もされるんですけども、この武田勝頼の奥さん、正妻なんですが、なんていう名前だったのかっていうのは実は伝わってないんです。はい。はい、だからそういう意味では、大名の奥方ではありますけれども、はい、大名の奥方ではありますけれども、名前すら伝わっていない女性のお話なんですね。はい。で、実は日本の歴史っていうのは西洋史、あるいは東洋史にあるように、まあ西洋の歴史、まあ東洋の歴史って、まあ簡単に言ったらチャイナの歴史なんですけども、はい、そういう王侯貴族や英雄豪傑が築いたような歴史ではない。はい、日本の歴史っていうのは、あくまでも庶民が築いた。その庶民っていうのは、本当に名もない一人一人が築いていった、はい、そういう歴史であるっていうのが、これ日本の歴史の実は特徴なんですけれども、はい、この、特にこの、武田勝頼の妻っていう人物を通じて、男女が対等であった。武田勝頼といったら信玄のせがれですよね。はい、もう本当にだから、とびっきり良い家柄の超エリートですよ、はい、今で言ったら、うん。そこに嫁いだ、まあ、北条氏からね、嫁いだ娘さんっていうことではあるんですけれども、でも、その奥さんっていうのが本当に立派な教養を持っていて、女性がね、はい、立派な教養を持っていて、で、上下心を一つにして、うん、時代を築いていった。ということは、やっぱり忘れてはいけない歴史なんじゃないかなというふうに思うわけです。はい。で、実は武田勝頼が、まあ最後討ち死をする、まあ最後滅ぼされて、はい。まあ武田家そのものが、滅んでしまうと。長篠の戦いだとね。そうですね。と、はい、いうことになってしまうんですが、はい、まあ敵の軍勢がもう城に迫ってきた。うん、もう自分たち、城を枕に、もうあと死ぬしかないということになったときに、勝頼が言うんですね。お前は、北条氏の娘だと。で、小田原へ帰れ。ね。俺のことは忘れてくれよ。まだ、この奥さん10代なんですよ。ほー、若い。うん。でも、奥さん言うんですね。帰りません。ね。嫁いできたからには、私は武田の女でございます、うん。国へ帰れとおっしゃいますけれども、それはできかねることでございます。最後まで、殿、お供させていただきますと、こういう話になるわけですね。で、最後お亡くなりになるんですけども、この時にね、歌を残すんです。うん、黒髪の乱れたるよう果てしなき、思いにちぎる露の玉の尾。はい。黒髪の乱れたるよう果てしなき、思いにちぎる露の玉の尾と、うん。黒髪の乱れたるっていうのは、これは実は平安時代の泉式部の歌の、はい、本歌取りをしてるんですね。うんうん、で、泉式部が、うつむいた瞬間に、その長い黒髪がハラハラとこうなる。このハラハラとなっていった時に、こう乱れ、っていうその姿に心が乱れるっていう、その、情景を重ねるってことになってまして、はい、まさに黒髪が乱れるように、ハラハラって、いくらね、整えようと思っても、それでも乱れてしまう。うん、まあ、そういう世の中っていうものが果てしなく続いている。そういう中に素晴らしい旦那と出会った。その旦那とちぎりを結ぶことができた。でもそのちぎりを結ぶことができたこの命も、梅雨の玉の尾と消えてしまう。うん、玉の尾っていうのも、これもやっぱり四季子内親王っていう平安時代の、後期の、はい、内親王殿下の、歌からの本歌取りなんですけども、玉の尾を絶えねば絶えね流らえばっていうそんな歌があるんですが、要するに自分の魂と肉体がつながっているこの尾が切れてしまう。つまり魂と肉体の尾が切れてしまうということは死んでしまうということを意味します。はい、思いにちぎる梅雨の玉の尾。自分一人で死ぬわけじゃなくて旦那と共に死んでいこうと。そういう決意っていうものを示された。はい。で、本当に亡くなってしまうんですね。北条氏という立派な家から嫁いできたわけですから。はい。だから逃げ帰るという、自分にちゃんと保護してもらって、北条氏の元に帰ることができた。うん、命が大事か。はい。何よりも大切なものはよく命だって言いますけれども、うん、実は命よりも大切なものがある。はい。それが、北条夫人にとっては、武田勝頼、旦那とのちぎりであった。うん。いうことなんですね。はい。で、そういう思いを大切にしていこうとしたのが、日本の文化なんだ、うん。これは、大名だからとか、一般庶民だからとかってのは、実は関係ないんですよね。うん。そうではなくて、
あの命よりも大切なものって世の中にあるよね。でそういうことがこの武田勝頼の妻北条夫人の物語として今でも伝わっている。武田の運命は今日も限りとなりました。お前は友を連れて小田原の実家に送り届けよう。年来のお前の情けには深く感謝をしている。甲府からどんな便りがあったとしてもお前は小田原で心安く過ごしなさい、はい、まだ10代ですから、うん、今で言ったら女子高生ですよ、はい、そうですね、ねえ、はい、それはやっぱり、まあ、年の離れた旦那にしてみれば、うん、それぐらい言うと思いません、うん、言うと思います。この時に勝頼の妻が答えた言葉、おかしなことを聞くものでございます。たまたま同じ木陰に宿ることさえ他生の縁と申すではありませんか。分けても7年あなたと夫婦の契りを結び、今こうして危機にあったからといって早々に離別されて小田原へ帰るならば、わらわの名が汚れましょう。ただ夫婦は師匠を同じうすべし、そのように思います。こう答える、うん、この時にね、でこの時に夫人は老女、ずっと自分の付き人になっていた老女を振り返って、ね、言うんですよ。この何年かの間子ができないことばかり嘆いて神仏に祈っていました。今はむしろ良かったのかもと思います。たとえ子がなくても小田原はあと弔いたもうべし、小田原はきっと弔ってくれることでしょう。故郷への手紙には、女の身なればとて北条を祖父北条氏氏康より代々旧家の弓矢の家に生まれ、不甲斐なき死を摂氏と言われるも恥ずかしいし、わらはここで自害せると申せ、このように老女に伝えて、そして手紙の上に髪の毛をスッと切って巻き添えて、黒髪でさっきの歌ね、黒髪の乱れるよう果てしなき思いにちぎる梅雨の玉の尾という歌を残してる。この時にね17歳って言ったかな北条夫人、はい、400年前の17歳の若い女性がこれだけの教養を持ってるんですよ、うん、そんなことが許された国って世界広しといえども日本だけですからね、うん、はい、日本という国は男たちが例えば戦国乱世を戦ったらよく言います。でもね女たちも戦ったんです、そういう立派な女性がいたから、男性はこの女性たちを守るためにと思って必死になって戦ったんです。一人の力っていうのは小さいです。自分のためだと思ったら戦えないです。みんなのためだと思うから戦えるんです。そして愛する人のためだと思えば男は真剣になって戦うことができるんです。そういう日本というものを皆さんと共に取り戻したい、それが今の神谷さんの活動そのものですよね。はい、はい、ということであります。はい、ありがとうございました。はい、何、いやいや感動したって、感動した、いやいや本当に、いやいや涙で、本当に、はい、いや本当にね大変なんですよね、選挙とかだったら大変ですよ。でも支えてくれてる人がいる、そして自分の子供のためにね、あるいは孫のために絶対に今よりも絶対にいい時代を残していこう、それがやっぱり男の役割じゃないですか。勝頼はね、なんだかんだ言われますけど幸せな男だったと思いますよ。こんなに素晴らしい女性を妻にすることができた。はい、ね、あの何もない、ね、妻ということでしたけども、はい、そうやって歌が残っていると、はい、10代でねそんな歌を歌えるというのは本当に素晴らしいなと思いますし、まあ、そういう人たちがね日本をこうみんなでも守ってきたという上に我々立っているので、なんとかそこで繋いでいきたいなという気持ちでちょっと胸が熱くなってしまいました。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、あ、どうもありがとうございました。